いる？さすがにね。すごい、遠いとこから北海道。沖縄さすがに、ね、沖縄と。すごい。あの、全国からね、この僕の講演会っていうものに、来てくれているわけで、僕は当時そういう考えはなかったので、改めて本当にありがたいなというふうに思っています。で、大学生って結構厄介なんですよ。まあ、結構もう人生に生きてきてるわけじゃないですか、皆さんは。まあ、ある程度考え方とか、まあ、そのなんだろう、生き方みたいなもので決まってると思う。その中で、どういう思いでここに来ているのかなっていうふうに僕は考えたんですけど、やっぱり現状の自分を何か変えたくて、ここに来ている人が多いんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に思っていて、もう結構20年以上生きてきていると、なかなかね、考え方が変わりにくいものだし、まあ、皆さんの中にも、どうせとか、そういう感情って今あると思うんですけど、僕は今日、皆さんの価値観を壊しに来ました。そして皆さんの心の情熱に、火を灯すために来ました。そして僕は皆さんの人生を変えるためにここに来ました。本気でね、今日のこの講演会に向き合っていきたいなと思うので、改めて今日よろしくお願いします。ということで、本日話したいことは、3つあります。中高生の部と社会人の部と全く違う内容を皆さんにはお話したいと思います。1つ目が、自己分析、続いて2つ目が、まあ、差別化について、3つ目がリーダーシップについて話していきたいと思います。でまずはそうですね、自己分析から話していきたいなと思うんですけど、さっき言った通り、もう皆さんは、まあ、結構な年数を生きてきているわけじゃないですか。多分ほとんどの人は就職活動とかをしてこの会社に入っていくっていう、そういう流れになっていると思うんですけど、まあ、その中で自分って何になりたいんだろうとか、自分って何者なんだろうっていうふうに悩んだ経験は、多分今夢がある人ない人多分同じ経験をしたことがあるなと思っていて、で僕もそうですね、大学1年生2年生ずっとやっぱ悩んでいたわけですよ。高校、僕中央大学附属高等学校なんですけど、そこが、まあ、本当はね、みんな中大に行くやっぱレールに乗ってるわけですから、みんな中大に行ったんですよ。ボーンも音でもヨシ君も4年もね、みんな中から中大に行って、で僕は国際政治を勉強したかったんで、中から上智大学に行ったんですよ。でなんかすごい、なんていうの、やっぱ大学1年生の時さ、みんなさ、新歓みたいな感じでさ、サークル入ってすげえ羨ましくて、いいな、いいなってすげえ思って、ただここに来てる人、僕と似た考えの人も多い気がするんですけど、なんかそのサークル範囲が違うなみたいな、将来について考えたいなみたいな、そういう人いると思うんですけど、僕はそうで、サークル羨ましいけど、なんか違うことをしたいな、けど何しようかなっていうので、ね、ずっとこう悩んでる時期があって、ミスターコンテストっていうのにね、応募しまして、で、見事受かって、で、そこから、ミスターコンに対してね、こう向き合っていくわけなんですけど、結局ね、2000年飲酒っていう形で、出場の1日前かな、出れないってなっちゃって、で、結局、僕の中では、悔しい思いをね、そこでしたわけで、まあでも、鈴木山本ですから、まあめげないですと。次は何しようと思った時に、僕の将来の夢が、当時外交官になることで、外交官って、なんかかっこいいなと思って、24っていうドラマあるんですけど、それで外交官ってめっちゃかっこいいのにモテそうだなと思って、でなんかそれになりたいと漠然と思ってて、でも漠然と思ってるのも嫌いだったんで、僕実際そのワシントン DC に留学に行くプログラムに参加して、外交官の人の話を直接聞こうと思って行ったわけなんですよ。でそこで、まあ、将来の夢を叶えてる人と会って話すわけなんですけど、僕はそこで、まあ、絶望しました。なんか思ってたのと違うかと、大きい政策とかをいろんな海外 の政治家と話し合って決める仕事だったのざっくり思ってて、まあ、その通りだったんだけど、やっぱ大きなことを決めるときってすごい長い時間がかかるわけですよ。1個のことを、まあ、4年とか8年とかかけて1つの仕事を完成していくっていう、そういう仕事だったんですよ。おっと、俺はそんなに待っちゃいられないと、そこで気づくわけですね。日本に帰ってきて、まあ、将来の夢なくなっちゃったなと思って、そこですごいね、悩むんですよ。何になりたいんだろうとか、俺もサークル入っておけばよかったなとか、そういうことをすごい悩んで、親と喧嘩したりとかして、なんだろう、すごい人生的にこう下のベクトルに向かっている時期があって、でその時に僕の高校の時の水球部の先輩で、長い先輩の先輩がいて、
その先輩にご飯連れてくださいって言って、でご飯連れてもらって、その時に、まあ、俺はもうやりたいことないですよ、僕はどうすればいいですかって先輩に聞いたら、先輩が、ヤマト何をしてる時が幸せなの、何に喜びを感じるの、誰に何て言われた時に傷ついたのっていう、質問攻めにありまして、その時に何をしてる時が楽しかったのって聞かれて、僕が答えたのは、僕は体育祭、高校の体育祭で僕団長だったんですけど、その時に自分がリーダーで何か一つの大きなことに向かって集団を引き連れて向かっていくっていう、その過程がすごい楽しくて、それは僕すごい幸せでしたっていうふうに言った時に。